わからないですね、まだまだ。わからないですね。はい。ですからですね、ワンキルも無駄にできません。わかりました。ワンキルも無駄にせずに、命を大事に進んでもらいたいと思います。とは言ってもですね、彼ら積極的ですからね。本当ですね。はい。どんどん前に出てきます。いきますね。さあ、また再び上がろうとしますね。うん、武器何買ってるんでしょうか。もう一人変えていきましょう。はい、もう一人ですね、同じレッドチームの5番ですね、リクエクション選手。あ、ごめんなさい、間違えました。5番ですね、リスペクト選手の画面に来ます。リスペクト選手の画面に切り替わります。はい。さあ、角、ここはですね、一回チラッと出ますからね。あそこ慎重に行かないんですよね。さあ一回座ってここは慎重に武器に切り替えて AK で狙ってきます。 AK1 人、さあ AK ここは抜けない、うん、右に抜けていったのが見えました。グレネードが、はい、そこに飛んできます。そこを慎重に追いかける。おっと、そこを追いかける形で進みますね。すごい。それを深追いする形、いやここは敵発見、至近距離でやられてしまいます。今のはちょっと深追いが、ちょっと今のは効かなかったか、はい、さあ77対68、点数差はその点数は10ポイント、近く開いております。9ポイントですね。その点数差は9ポイント。なんと今度は北アメリカ代表の WIL が9ポイントで勝っております、はい、そうですね、制限時間7分中残り2分16秒を残すところになっております、うん、さあ、はい、さあ北アメリカチームが、うん、ハチマキが効いているのか。そうですね、このですね10ポイント差大きいと思いますよ。大きいですね、はい、あ、現在75対62で点数差はですね、これ点数僕は計算で頭の中でこっち見たら計算できなくなってきましたね。すいません、後ほど綺麗に精査したいと思いますけども、はい、1分51秒残すことになってます。75対61、はい、勝ってるのは WIM、うん、さあお互いに打ちまして交差する形でヘッドショット同士、さあお互いにダウンですね。こちらも MGO ではよくある光景、こっち向いて倒れておりました、うん、さあ、もう反対側行きましょう。反対側、はい、フィランソロフィーオプスの4番の選手、うん、フィランソロフィーオプスブルーの方の4番の選手ですね、はい、千鶴選手の画面を見ましょう。ね、千鶴選手、女性のキャラを使っておりますね、はい、ちょっと変わった服を着ておりますね、はい、はい、こちらもリワードポイントで買ったものだと思います。あ、なるほど、はい、 そこはですね、ちょっと、隠れる形で反対に行けますね。ちょっとこれは、隠れる形で進んでおります、うん、結構慎重ですね。慎重ですね、うん、千鶴選手、ちょっと慎重な形で進んでおりますね、はい、グレネードで牽制していきますね。そして反対側に行きます。敵がいないと思ったのか反対から行きますね、うん、そこからスポーンしてくるのを待ってるのかもしれません。敵がスポーンしてくるのを待ってるのかもしれません、はい、さあ敵発見、後ろから撃たれてるか、後ろにいるんじゃないのかな、うん、いなかったかな。2人、あ、3人ですね。3人に囲まれる形になりました。千鶴選手ダウン。なるほど、はい、点数差69対59になっております。はい、結構離れてますね、はい、はい、離れてきましたね。依然として勝ってるのは WIN。さあ残り37秒になりました。チケットの方はゆっくり減っておりますね、はい、少しですね命が大事なモードで進んでおります。しかし制限時間の方は刻一刻と進んでおりまして、ね、30秒を切りましてピッピッピッという、制限時間の音が会場に響き渡っております。さあ65対52、その点数差7ポイント。さあ最後どう終わるのか。さあ15、14とカウントダウンが始まっております。さあその点数差最後詰めることができるのか、どういう作戦出るのか。あ、ここはまた開いてしまう。8秒カウントダウンが厳しく進む。5秒前、4秒前、3秒前、試合が終わる。さあ点数はどっちが大きいのか。勝ったのは WIN。 はい、 WIN、 さあスコア注目、はい、1対1でラウンドを取りました。最後スコアです。はい、どうでしょう。325対200、いくつでした今。勝ったのは、はい、レッドの方の、WIN です。おめでとうございます。はい、325対242ですね。はい、はい、こちら WIN おめでとうございます。おめでとうございます。決勝進出でーす。さあ、フィランスロフィーブラックオペスの皆さんもお疲れ様でした。どうぞ、大きな拍手をですね、お送りくださーい。素晴らしい試合でした。素晴らしい試合でした。フィランスロフィーオペス。ね、本当ですね。ありがとうございます。WIN の皆さん、今一度ステージ前にお願いします。いやー、白熱、はい、素晴らしい試合でしたね。素晴らしかった。逆転ですよ、逆転、逆転、はい、すごい逆転でしたけれども、いかがでしたか今の戦いは。 It feels amazing、very intense match、down to the wire, just very intense, it's the same, feels goodすごい緊張で最後まで どうなるか分かんなかったけど頑張りました、うん、ねえ、結構ドキドキしましたけれども、この2ラウンド目はかなり優勢に進めていましたけれども、何かポイントはあったんですか。
Just could be cold feet. Just trying to warm up, get adjusted to them, how they play. Just we changed it up, try to adjust to how they play. So. 最初やっぱりちょっと緊張して慣れなくて、うん、なまあ、2回目はもうちょっと慣れてもうちょっと普通のゲームできたので。なるほどね、力を発揮できたということで分かりました。じゃあそのまま決勝でさらに力を発揮していただければと思います。 Thank you、うん、頑張ってくださいね。皆さん大きな拍手をお願いいたします。 WIN の皆さん、はい、決勝進出おめでとうございます。面白い、すごい、私も興奮しました。はい、なんかもう、ええ、すごいですね。はい、すごいですね。はい、今ですね、はい、こちらのクラン戦のトーナメント表が出ておりますが、はいはい、ご覧のようになっております。はい、ファイナリストが一人決まりましたよ。はい、残念ながらですね、はい、このヨーロッパ代表のフィランソロフィーブラックオープススーツショッ PPO の皆さんは残念ながら、はい、決まったね、はい、ここで敗退ということですけれども、はい、ええ、いや、かなり頑張りましたよね。かなり頑張りましたね。最初取ったんですけどね。そうですよね、はい、やっぱりその緊張をほぐして、ええええ、その2ラウンド目いけたということで、はいはい、かなりですね、 WIN の皆さんも、はい、まあ、緊張の中、緊張してたんですね、やっぱりね。緊張しますよね、この場合は、ね、しますね、はい、ということで、はい、見事 WIN がこちらのクラン戦決勝、はい、進めました。はい、はい、いやもうね、本当にね、緊張しますよ、やっぱり僕は今、ま、未だに僕緊張しますからね、ここで。そうですか、はい、なんでですかね、もうね、なんでですかね。てか、あの選手たち今次のね、ここに上がる選手たち、うん、君たちかもしれないですからね。そうですよね、はい、君たち次緊張する番ですからね。はい、はい、今のうちに緊張しないように練習しておいてくださいね。そうですね、はい、ちょっとね、今のステージの前の皆さん大変ね、長い時間ね、立っていただいておりますので、ええ、皆さん本当に飲み物とか水分補給はですね、はい、しっかりとしていただいて、次の、まあ、クラン戦の準決勝2試合目終わりましたら一旦休憩が入りますので、はい、はい、ちょっとね、倒れないでね、ね、辛いなという方は本当に、はい、休憩を入れながら、そうです、そうです、ぜひ見ていただけたらと思いますので、はい、体調には、ね、十分お気をつけくださいね、はい、お願いいたします。お願いします。さあ、ということで今準備に入っておりますけれども、はいはい、やはりですね、A、クラン戦は見応え十分ということで、はい、個人戦とはまた違うね、3日